ウィークリー声の架け橋ラジオをお聞きの皆さんこんにちは宮城文乃ですさて厳しい暑さが続く中もうすぐ夏休みを迎える方もいらっしゃるのではないでしょうか区内のさまざまな場所で 多くの催しが行われる時期でもありますそろそろ夏休みの予定を立ててみてはいかがでしょうかそれでは今週の放送内容をご紹介しましょう今回は中央区人形町3丁目にある三活浴衣博物館で担当者の方にお話を伺ってきましたどうぞお楽しみにウィークイー声の架け橋 この番組は中央区の提供でラジオシティ中央 FM よりお送りいたします改めましてこんにちは宮城文乃です今週の声の架け橋は2012年にオープンし今年3月にリニューアルした三活浴衣博物館をご紹介しましょう それでは早速お聞きください皆さんこんにちはリポーターの新宮志穂です私は今人魚町三丁目に来ています今回は中央区町角展示館にも選ばれている三活浴衣博物館を訪れます 区内各地でも盆踊りが開催され浴衣がぴったりの季節そんな浴衣に関する資料や歴史をたっぷりと見ることができる場所ですこれまで浴衣から遠のいていたという方もこのラジオをお聞きいただいて久しぶりに袖を通してみようかなそんな機会になると嬉しいです それでは早速お話を伺います三活浴衣博物館を運営する三活株式会社4代目天野半一さんです天野さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします今日私たちが伺っているこちら三活浴衣博物館どういった場所になっているんでしょうか、はい、えっ、ー、とこちらは伊勢型紙が1万枚ほど展示してございますあと地下のフロアには戦火を残られた古い資料をご案内するような場所になっております 私たち早速お邪魔してびっくりしたのがこの展示の多さなんですが反物で言いますと今はこのフロアだけでも300単ぐらい見ていただけるようになっている、はあ、本当に色柄、柄それから染め方も様々ということですね。はいはい、そしなんといってもなかなかこう目にすることがないのが型紙ですけれども。はい 型紙は何種類ぐらいあるんでしょうかえっとですねまず中線という染め方の型紙がこのフロアで1万枚ほどあま貯蔵展示している形です <laughs> あの長板という染め方もありますのでそちらは今展示は一部しかしてないのですけれども見ていただくことが可能ですこちらの三活浴型博物館運営してらっしゃるのははいえー、っと三活株式会社になりますあと弊社は明治27年創業でして今年でちょうど130周年を迎える、うん と場所は人魚町あそうなんですこちらの土地で創業して今続いております そんな中で博物館をオープンされたのは2012年にあの小さなスペースから始めた,ゆかた博物館になります、はい、でさらに今年の春この博物館はリニューアルもなさったそうですがはい今年の3月に増床いたしまして1階のフロアだけでやっていた博物館をさらに地下のスペースを広げましてより古い資料などを見ていただくような場所にオープンいたしました。うん では2フロアで私たちその浴衣の魅力を感じることができますそんな今年の春にリニューアルをなさったというこの博物館で様々なものを私たちもここから見せていただこうと思いますなんといってもこの1階は先ほど展示数をおっしゃった1万点以上ある型紙がポイントかと思います今早速広げていただきました これらは時代はあまり分かっていないんでうかそうなんです。あの私どもはこの一万枚もえっ、ー、とデザインとして残してまして、あの当時一番最初にどのぐらいの時代に作ったかわからずでまた、えっと、染めたい時に彫り直して作り直すので、<ー>はい時代がわからないそうなんですか。はい、まあとはいえその年季を感じる。 というのはかなりこう使い古されてあったりとかそうですね本当に染めに使っているんだなっていうのが私今出していただいてるんですがわかりますねはいいわゆるあの周りの紙のところの病一してる後ですとかあ,<ー>あのあもう本当に使いすぎると破れていくものなのではい、はい、まあそれで使ったなっていうのを感じていただけるんだと思いますまず見せていただいてるこの一枚の型紙はどういったものなんでしょうかこちらは抽選のための はい、型紙を今見ていただいてます。特徴としてはどんなところが挙げられますか。はい、えっと、抽選は単物の生地幅に合わせて40センチほどの幅と長さが1メーターほどの長さの型紙図柄になるので、それに合わせた型紙なので、<ー>普通のお着物よりも少し大きい型紙が特徴です。ですね。今見せていただいているものが大小さまざまな丸の形に細かい線が描かれて。 これが染めると綺麗に生地に出てくると、はい、いうことなんですね。はい、そしてもう一点展示されているのがこちらの型紙は。あ、その下の型紙ですね。はい、こちらの型紙は長板の型紙を今二点見ていただけるようになっています。はい。はい、こちらの特徴としては、はい、中線とは違う染め方、長板のものということで、はい、どういった特徴があるんでしょう、はいはい、まずもう見ていただいた通りもう大きさがだいぶ違ってあ,<ー>あの。 柄の送りが短いので、はい、仮に3 0ンチですごより古いものになると1 5ンチ2 0ンチほどの幅を職人が型のつなぎ目がわからないようにつないでいくということでより技術がいるというところです、ね。この小さな幅絵柄でいうと何度も何度も染めをしていかなければいけないということですかそうです これは技術としてなななかかものがありますそうなんです、ね、それにあと大きな特徴は中線の方はいわゆるメッシュの部分あの絹のしでしゃばりをしているんですけれども古い型紙になりますとこの糸でつなげている、えー、メッシュじゃなくて糸でつないで柄を。はい 落ちないようにしてるっていう方が見るんそうなんですか。でもこれもまた繊細なんです。うん、繊細です、ね、そうなのです、ね、これは私たちがたくさん持ってても、はい、これまたまあ保存するのが本当にデリケートなものなので、はあ、確かにはい。いや、そのような。 貴重な型紙も見ることができます色とりどり柄も様々なあ浴衣の単物を見てますとあ私も欲しいなと購入したいなと思うわけなんですがどのように私たち購入することができるんでしょうありがとうございます浴衣は普段皆さんご服屋さんもしくは百貨店さんでご購入いただけるんですけども弊社もこちらであの見ていただいてあのおあつらいもさせていただくので、はい、ぜひ お出かけください。そのようなご相談もできる、はい、ということですね。<ひ>迷ったときはぜひ私も天野さんを頼ろうと思います。ありがとうございます。<laughs> さあ、えー、こんな浴衣の魅力を見ることができるわけなんですが、こちらの場所は中央区町角展示館に指定をされているということです。天野さんいかがでしょうか。中央区町角展示館に指定されていることに対する思いや、 町に対ししてはどんな気持持ちちをお持ちでしょうか、はいえっと、私どもは町角展示館に参加させていただいた時に名前はその時に初めて博物館という名前にさせていただいたただんですかつゆか方博物館」という名前もそうなんですも、ねえっともといわゆる個人様とのやり取りがないいわゆるメーカーでしたのでただ皆様に古いものを見ていただくなりご説明をするのにじゃあ博物館という名前にしようと思った時にそうすると博物館ってものづくりですあの町づくりですとか。 教育ののここととととかもやはり意識をする、うん、ということなので中区の日本橋には本当に皆さんものづくりたくさんされていることあとはいろんな方が今たくさん住んでらっしゃることもあるので、はい、やっぱり中央区にこう浴衣屋があるんだとか、うん、ものづくりしているんだって知っていただくような場所になればいいなと思っております天野さんご自身4代目ということですけれども、うん、やはりここ中央区人形町 にはは思いい入れは強でですすかそうですねやはりあの私ども浴衣屋なので改めてて浴衣屋って祭り屋だなと思ってるんですなのであの町会の皆さんもそうですけれどもこちらで盛んに盆踊りもお祭りも盛んにやっている場所でもあるので、うん、やはりそうやって町を作っていくことあとはまあ浴衣というのを皆さんに楽しんでいただければなとすごく思っています。うんはい そんな浴衣の魅力地下1階でも様々な視点から発信されているそうですここからは地下1階の展示エリアにお邪魔していきますさあ続いて地下1階の展示エリアにやってきましたこちらの場所では染める前の短物でしたり染め上がったばかりの短物たちが置いてあるということなんですね、はいはい、その数に本当に圧倒されるわけなんですけれどもその中でも地下1階では 人にフォーカスを当てた展示をなさっているとそうですねも、はい、のづくりではやはり人が大事なので私どもは専属職人の清水幸太郎 初回の人間国宝にも指定していただいたことあとその息子が金属70年いてくれた清水慶三郎というものがおります、まあ、その人たちの周りの職人もものづくりをみんな従事してくれているのでその人たちのお話をさせていただいておりますそんな親子お二人の染め上がった作品も合わせてパネル展示をしてあるということですね。はい 時代別に展示されてあるこの短物たちはどのようにこう時代の流れを見ていくといいんでしょうか浴衣はなかなか今博物館でご覧いただくことは少ないかと思いますまあ、弊社は戦火が逃れたことで明治から大正昭和平成令和と時代別に短物を見ていただけるということがも、まあ、大変な特徴には なっております明治時代はどんなものなんでしょう、えっと、明治の時代はまだ中線という染め方がない時代も長かったので、はあはい、いわゆる長板という染め方が中心なので、はあ、見ていただく通り藍と白の世界だけなんですよね、はい、<う>色がそうですね。そうなんです今時のものでいうといろんな色が入っている方多いですがそうではない本当にこうクラシックなそうなんですなのでまあそれこそ、はい、いろんなお色は化学染料が 海外から輸入されるということがまた大正以降にあったものですからそれによって今例えば正面の,あの昭和の時代の反物にはお色がついてくる華やかなお色がはい楽しんでいただけるようになったということもあります、はい。す続いいて大正で言いますとうん、うん とにかく細かい絵柄であったりこちらも青と白と言ったらいいんでしょうかはい、こちらも長板だったりするんですけれども今回の展示が特に夏のモチーフを選んでいるので、えー、あのちょっと細かい柄でしたり水色調の<あ>はい涼やかなものを選んで展示しております確かに涼しげですそして先ほどおっしゃったようにこう昭和になりますと色やそして柄も少し 大きいい柄が特徴的かと思います,す、ねはい、この時代になりますと今展示しているのは中線が入ってきておりますので、はい、柄が大きくなったりですとか紫の赤いお色が入ったりするのも<ー>化学染料が入ってきたことによって表現ができているということだと思います本当浴衣の柄そして生地一つにとっても時代の移り変わりというのをこちらで感じることもできるんですね。はい、ちなみにそういいいった柄で言いますととらしいもの はあるんでしょうか伊勢型紙あの伊勢の職人が葉脈もお花の花びらも一つ一つ手彫りにしたこの天竺ボタンという柄が弊社のまあ、象徴的な柄かと思います <laughs> なるほどこちらは少しあのクリームがかった、えー、白地にボタンとても細かいこれが手彫りなんですね花びら一枚一枚が描かれていてその周りには白と青青で葉っぱが 演出されているということですか。ポイントとしてはやはりこの細かいというところですかね。そうですね。あとまあ抽選らしいあの色の濃淡が<ー>まこれ上路で線量の水圧で表現しているのが。 また陰影を感じるというところもまた抽選らしく、はい、いや本当に絵柄だけでもうっとりするんですがそのほかにも本当にいに染め方そして生地の違いなどをこちら地下1階では感じることができるということですそしてここまでお話を伺っていてやはり感じるのはこういった伝統工芸というものはやはりその人が大切なかなかこういった人職人さんというのが継承が難しいというところもあるかと思います。全国にいらっしゃるんですね,ねえ私ども もは、えー、と浴衣屋なので木綿の産地がございまして今、えー、と型紙を彫る方生地を折る方あと染める方という意味では産地はそれぞれまだあるんですけれども職人さんはやっぱり少なくなってしまったということで、うん、本当にものづくりは難しくなってきてはいます。うんまあ、そういった各産地を知って、うん でもらうという取り組みもなさってるんですか。あ、そうですね。今こちらに見ていただいているこの白い生地もそうですけれども、染める前の生地、いろんな折り方があって、また産地の特徴もあります。<ー>まあ、なかなか皆さん。 浴衣という完成品はご覧になることが多いですけれども型紙ですとか染める前の生地ですとかお道具とかを見ることによって皆さんが産地の筒のこれを従事している職人さんに思いをはせていただけたらなと思ってご紹介をさせてていいただいてます染める前のこの反物も本当にいろんな種類があるんだなということをこちらの地下1階の展示で知ることができます。 さあではここからは、えー、この博物館を運営する三活株式会社と天野さんご自身についても伺おうと思いますこの三活株式会社歴史としては会社の始まりもこういう方なんですか弊社は、えー、と明治に、まあ、創業しておりますけれども当時はもめんどん屋だったようです天野は祖祖父は名古屋から東京の方に来てもめんどん屋を始めたと聞いています そんな中で天野さんは何代目でいらっしゃいますか私は四代目になります就任されたのはあ、えっと二千十九年のコロナの直前に<ー>はい。そうなんですね、はい、なかなかこう大変な時期も終わりだったかと思いますもともとその浴衣というのを皆さんがたくさん日常着として着てくださってた時代からずっとお商売をしているのでそういう意味では時代が変わっていく中でコロナということが私たちの業界も直面しておりまして、うん なので本当に物を作っていいのかしらと思う時期もありました、ね、はい。そんな中でフロアもリニューアルされてそして増設もされてということでやはりその浴衣や和装業界への思いというのは天さんは強いんでしょうか私どもはやはりこうやって人と、まあ、産地とともにものづくりをしていて日本のものづくりが大変もうしいまず、あ、素晴らしいものなので国内外 にやはりこの素晴らしいものづくりをまあ、知ってもらいたいなというのは強く願っています。いやその思いでぜひこれからも浴衣の楽しさ魅力を伝えていっていただきたいと思います。そしてその天野さんの気になるこのお名前なんです。半七ですね。はい。<あ>半分の半に漢数字の七。はい。これはあこちらは、はい、あの祖,祖父初代が天野半七。 を名乗っておりまして、はい、襲名をしたというそうですか、代々継がれているこのお名前を襲名された重みっていうのは。名前なり、四代目なり、そういう、まあ、違った要素でもまあ気にしてくださるようなこともあって、半七という名前でお仕事はさせていただいてい,ますいや本当に素敵な歴史ですし、重みのあるお名前なんだなということを私たちも知ることができました。 ここまでご紹介いたしました参加ツル博物館最後に改めて、えー、詳しい入場方法などをお知らせください今シーズンは月曜火曜木曜金曜土曜と明けております地下に限っては月曜日限定でご案内させていただいております確かは有料で2000円いただいて1時間の入れ替え制をさせていただいております、はい あのインスタグラムを見ていただければ細かいことはい日々のことを発信させていただいておりますわかりましたそちらをぜひチェックしてくださいここまで三活浴衣博物館三活株式会社四代目天野藩一さんお話どうもありがとうございましたありがとうございました三活株式会社の天野さんインタビューにご協力いただきありがとうございましたいかがでしたか 中央区町角展示館の一つでもある三活浴衣博物館この夏区内の盆踊りへお出かけになる前に浴衣の歴史や魅力に触れてみるのもいいかもしれません是非足を運んでみてはいかがでしょう